しろこら。おい清正。ああ客が引いてんぞ。誰だ。ムキになってんじゃねえよ主催がよ。金の鞭髪、こめかみに竜の墨。嘘だろ。東京卍会副総長竜宮寺剣、通称ドラ剣。ねえねえケンチン。ああ、こういうとこでそのあだ名呼ぶんじゃねえよ。ドラ焼きなくなっちゃった。なんだあいつ。場の空気全然読めてねえ。 お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まさかこいつが。お疲れ様です。総長。こいつが東京卍会のトップ佐野万次郎。佐野くん、俺三番隊の特攻やってます、赤石っす。邪魔。マイキーは興味ねえやつとは喋んねえんだよ。すいません。マジか。あのレッド君が何も言い返さねえ。お疲れ様です。清正、いつからそんなに偉くなったんだ。総長に挨拶するときはその角度な。はい。お前、名前は？花垣竹道。そっか、竹道。タケミッチ。マイキーがそう言うんだからそうだろ、タケミッチ。え？お前本当に中学生？タケミッチ、今日から俺の立ちな。え？今回もとある日の麻雀風景をお送りします。ハイパイはこんな感じで何の変哲もないトーン一曲。五巡目でテンパイながらもチートイツで短期待ち。勝負にならないと判断してリーチはしません。次の巡目でトーンを持ってきたので待ちを変えます。リーチをするか迷いますが、ここも見送り。ションパイのトーンでは誰かがアンコってるかもしれません。もうダメだ、我慢の限界。リーチです。意志は弱くすぐに曲げてしまいます。そうこうしているうちにサンライズさんからリーチ。ようこれリーチかかったわ。こんなコメントをしていますが、平成を装っています。うわやべ、おお怖。どちらも上がれず、もうすぐ敗退。当たり前のようにサンライズさんが最後に積もってしまいます。いけるわね。振ったぜ。おい、俺のやつそんなことすんの。うわっ、ウワン君2回出ちゃう。うわ出ちゃったよ。2曲連続でスワン5テンパったね。やばいでしょ。なんと2曲連続スワン5をテンパったそうです。同じ町で積もりきられるからなすすべありません。うわ背景で違反伸びたわ。最低だとか思ってたけど、それどころじゃなかったんだけど。違反関係ないよ。また飛びそう。場面は変わって翌日のとある1曲、メンバーも入れ替わっております。ハイパイも至って平凡、特に見せ場はありません。雑音がリーチ。10巡目にしてサンライズさんからリーチ。あ、ちょっと聞こえる。当たり前ですが、誰も役満を張っているなど疑っていません。あのクソハイパイがよう転回したわ。追っかけたい。なんだろう。ああ、これは切れない、これは切れない。ひよってんの？おい、ひよってる。すでにマシュミッチはベタ折りの体勢。ああ、これは切れない。
あ、でも行っちゃえ、行っちゃえ。リーチ、化石さんからのリーチが入るも筋配もあり、余裕ぶっこいていたらこれです。お、来たよこれ、来たよこれ、来たよこれ。リーチ棒だけ持ってかれた。サバン連続のスワンコ。あ、スワンコだ。え、マジ。おお、え、やば。ヤクマ。あ、昨日も上がったの。そうですよ、ゆうべも上がったよ。サンライさんのテンションから上がる前にスワンコっていう。これがサンライジローの力ですね。アトランマージャン会総長にだいぶ分からされました。これは今日動画作んなくてよかったね。2番連続スワンコ動画にした方がいい。確かに。また作る動画。続きましては2日後の1曲。その前の日はマージャンが開催されなかったので実質3開催連続の出来事となります。アトランマージャン会には副総長もいることをその力で示されることとなります。捨て牌も見どころになりますので、ノーカット早送りで右側の川をご注目ください。ここで1打目の自牌切り。2打目3打目と切っていきますが誰も気づきません。ものすごいステルス能力でした。そして訪れたその瞬間、やだ、やっちゃった。ん、マジマジマジ、どう、おお、何、なんと当たり牌の難を見逃したそうです。持ってきちゃった。でもその後すぐに自力積もこっち無双。マジか。なんで、え、なんで俺のから上がらなかったの。キャンセルしちゃった。はキャンセルしちゃった。え、俺の見逃したわけ。間違って、間違って連打したらキャンセルしちゃって。おー、よかったよかったよかったわ。あぶねー。163レベルは眼中ないと日頃生きり続けてるマシュミッチに親かむりさせて分からせることに意味があったのでしょう。最悪じゃねえかよ。びっくりするわ。それで俺を追いかぶっちゃった。これが竜宮寺ケイという男の力です。今マジ俺は最悪終わったと思ったら積もってきたわ。マジかよ、すげえな。ある意味すごい。今のにすごいね、うん、もこれ今完璧な動画の流れできたでしょ。北進向無双作ってもらわないと今初めてだから。そうね。見逃しのツモだもんね。マスターさんの仕事がどんどん増えていく。すごいよ。あぶね。